今月の少女、デビューコンサート開催への心境、緊張しすぎて、写真イコールブロックベリーくれ。アチベガールズグループ今月の少女、ルーナ、がデビューコンサート開催への心境を打ち明けた。19日午後、今月の少女がソウルオリンピック公演内のオリンピックホ、でデビューコンサート、ルーナバースを開催した。メンバーのヒジン、ヒョンジン、ハスル、ミョジン、ヴィヴィ、キムリップ、ジンソル、チェリ、イグ、チュウ、ゴウォン、オリビア、ヘマで12人揃って出演した。今月7日発売したリードシングル、フェイバリットと発表曲、熱気でオープニングステージを披露した今月の少女。長い練習のおかげで、彼女たちのボーカルとパフォーマンスの実力が確認された。12人のメンバーが順に自己紹介した今月の少女は、いよいよ私たちが皆さんに会うことができて幸せです。あまりにも緊張しすぎて心臓の音まで聞こえました、と微笑みながら、それでも私たちが、無事に練習し、皆さんに会うことができるようになりました、と感謝の挨拶を伝えた。